テルミン。テルミン、ロシア語は、1919年に、ロシアの発明家レフセルゲイ・エビチ・テルミンが発明した、世界初の電子楽器である。ロシア語や英語では、テルミンの声という意味のテルミン僕、とも呼ばれる。英語ではあるいは、セラミンと綴られる。これは発明者が用いたフランス語風の表記に、由来しており、テルミンもしくは、セレミンのように発音される。 音楽書ではテルミンの表記が長く用いられていたが2000年頃から竹内正美などによりテルミンとの表記が行われるようになり2001年公開の同名の映画によってもこの表記が広まったテルミンの最大の特徴はテルミン本体に手を接触させず空間中の手の位置によって音高と音量を調節することであるテルミンはコンデンサを持つ 高周波発信機を二つ内蔵している。この打ち片方の発信周波数は固定されているが、もう一方の周波数は可変である。楽器正面に向かって右側から垂直方向に伸びたアンテナは音高を決めるピッチアンテナであり、左側面から水平方向に伸びたアンテナは音量を決めるボリュームアンテナである。ピッチアンテナに右手を近づけたり遠ざけたりすると、 演奏者とアンテナとの間に蓄えられる静電容量が変化し、これに伴って可変な方の発信機の発信周波数は変動する。二つの発信機の周波数差からうなりを起こして過長周波数を抽出し、アンプとスピーカーを介して発音させる。ボリュームアンテナに左手を近づけると音量が減少し、遠ざけると音量が増大する。また、左手を素早く上下動させることで、 ある程度スタッカート奏法が可能である。わずかな静電容量の違いを演奏に利用するため、演奏者自身の体格、ソーシン具などによる静電容量の違いをはじめ、演奏環境に依存する部分が大きく、演奏前に綿密なチューニングを必要とするが、安定した狙った音を出すには、奏者の高い技量が要求され、演奏には熟練を要する。 一般的なテルミンの音色は純粋な制限波に近いため制限波を出力する電子発信機で音を出しているために当然のことであるミュージック層に似ている恐怖映画や SF 映画の効果音としても使われてきたロシアにおける半導体技術の権威アブラム・ヨフェの昇平により1920年からペトログラード物理工科大学に勤務していたレフテルミンは 温度や圧力の変化によってガス油電率がどう変するかを測定する装置の開発に従事していた。ある時、測定装置のケーにヘッドホンを接続してみたところ、ガスにかかる圧力や温度変化に応じてヘッドホンから聞こえる音の高さが変化した。コンデンサ容量の変化に応じて音高が変化することを発見した彼はこれを楽器に応用することを思いつき、 可変コンデンサーにおける電極の片方をアンテナに、もう一方を人間に置き換えて、コンデンサー容量を制御する楽器を開発した。また、同時にこの技術の電子警報装置への応用も行った。1920年に完成した、この楽器は上司ヨッフェを魅了し、同年11月、ペトログラード技術工科大学機械科の学生が主催する夜会で、 初めて一般聴衆の前でデモンストレーション演奏を行った。1921年10月5日にモスクワで行われた第8回全ロシア電気技術会議においてテルミンの開発した世界初の電子楽器が公式に発表された。独創的なフォルムを持つこの楽器は全国の電化を推進するロシア電化委員会にとって プロパガンダ政策に利用できる価値を持つものであり、ソ連共産党機関紙、プラウダ市場でも、テルミンの論文と電子楽器のデモンストレーションが紹介された。ソ連政府機関紙、イズベスチアの記者により、この世界初の電子楽器は、と命名された。なお、テルミン自身は、この発明を、陰極艦による音楽装置と名付けて1921年7月に、 特許を出願しており、1924年8月に、この名称で登録された。1922年に、レフ・テルミンは、ソ連の指導者、ウラジーミル・レーニンの前で、テルミンの演奏を披露した。レーニンは、非常に感銘を受けて双方に興味を示し、最終的にはレフ・テルミンの、補助なしで、クリンカの歌曲を演奏した。レーニンの発注で600台のテルミンが製造され、 ソビエト連邦各地に販売され、テルミン自身もソ連の最新技術と電子音楽の誕生を披露するために世界各地へ派遣された。ヨーロッパ各地で詰めかけた監修の前で演奏を披露する公演旅行の後、テルミンはアメリカ合衆国へと向かい、1928年に特許を取得し、大手電気会社 RCA にテルミンの製造販売権を売った。 RCA が製造した RCA ズミンバックスはアメリカを含む世界の徴収を魅了したが1929年から始まった世界恐慌の影響もあり商業的には成功せず数百台しか販売されなかったこの時期のテルミン奏者としてはクララロックモアクララロックモアが知られる彼女は全米で講演ししばしばボールロブスンとも共演した 1938年には、テルミン博士はアメリカを去り、ソ連に戻ったが、この理由については、冒険説という解説があり今も不明である。以後、テルミンは、強制労働に従事したり、軍事研究に従事したりと、数奇な人生を送り、ペレストロイカ後にようやく、アメリカを再放し、クララ・ロックモアラとも再会している。第二次世界大戦後には、テルミンは、 次第に忘れ去られた。1960年代以降は、モーグシンセサイザーなど新たな電子楽器の登場もあって、テルミンの傍客に拍車をかけた。その一方で、アルフレッド・ヒッチコック監督の1945年のサイコスリラー、白い恐怖、ロバート・アイズ監督の1951年の SF 映画、地球の静止する日など、恐怖映画や SF 映画の音楽に不安定な、 テルミンが起用されている。ソ連では1935年の SF 映画でロボットを操縦するギミックとしてテルミンは登場している。また、口述するようにレッドチェッペリンによる使用などで効果音を出す装置としてテルミンは使われ続けた。1990年代以降、テルミンは再び見直され、防具によりテル、民生映像が再開された。 テルミン博士の生涯を描いたドキュメンタリー映画の公開、プロやアマチュアによる演奏の機会の増加、様々な形態のテルミンの製造販売など、テルミンは静かに広まり続けている。日本でも人気があり、日本人奏者による独自の進化を遂げてきた。2014年には、テルミン奏者の川口厚氏によりテル、ミンの誕生日である8月28日を、 テルミンの日として申請がなされ、日本記念日協会に承認された。テルミン専門の演奏家は数少ないものの熱心な愛好者が存在する。シンセサイザーのパイオニアである、防具社でもテルミンを開発、販売を行っている。ポピュラー音楽では、トットラングレンやマーキュリーレブ、コーネリアス、小山田圭吾、高野博士、 リマイジュなどのミュージシャンにもしばしば利用されている。また、レッドツェッペリンの胸いっぱいの愛をの感想で使われている。ビーチボーイズのグッドバイブレーションで使われたテルミンの音のような楽器は、ポール・タナーにより作られたエレクトロ・テルミン・タナリンともである。また、菊池俊介は仮面ライダーなどの TV 番組の楽曲にテルミンを使用している。クラシック音楽での使用例は、 多くないが、この楽器を用いた初期の例として、エドガー・バレーズのエクアトリアル、実用度の高い温度マルトとので代用される場合が多い、チャールズ・アイブズの公共曲第4番、パーシー・グレインジャーのフリーミュージック第1番、4つのテルミンのためのフリーミュージック第2番、6つのテルミンのためのアニス・フレイハンのテルミン競争曲などが挙げられる。アルバム、電子音は、 中村八大、富田伊佐のカバーを中心に、モーグ社製、イーザーウェイブセラミンプロの音色制作者の一人でも、ある、イーエリが日米で発表。モーグテルミンと、モーグシンセサイザーだけで制作された。この作品は CD に加えて、テルミン楽曲として、世界初となる着歌での配信も行われている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。